体収集か。さて誰にする？なんでだろうな。この世で野放しになってるからだ。貴様に何が分かる？話も途中だ。世界最大のオークション。すさまじい怒りの旋律。さっきのこと同じね。面白いわ。知ってんの？彼もオークションに。今は仕事中。私は彼のボディーガード。してもらっちゃおうかね。このガードはノーサンキュー。私のしもべになる。こいつらやっちゃって。逃げられた。わかってるよエリザ。お前一人ぐらい心配するなエリザ。とにかく俺に任せとけ。戦時会から紹介されてきた。こちらでお待ちください。物を手に入れてくれるか。どれでもいいから探してきてくれ。得たカードでございます。入手難度へ。もう一度言う。正式に契約し、では検討を。限りなくゼロにする。一網打尽にしてやる。お久しぶりシャルナーク。もう少し早く来いよ。ボノレノフ、お前たちも一緒だったのか。着いたぜ団長。慌てるなよウボ。まだ半日もあるのかよ。雫じゃねえか。町にでも聞いてくれ。え、ちょっと多くない？申し訳ございません。ダメ、分かった。絶対だよ。得しちゃったよ。逆？だから父親は異常に恐れている。はい、終わり。それまで買い物したい。3年2ヶ月。町、4番は知らないね。私、密か嫌いね。あれは戦いづれえぜ、実際。そうじゃねえけどよ。お得ね。ホテルには無事着きました。ここがあなたの寝床になってしまう。その4人の共通点はです。わかった。それともう一つ。わかりました。ネオン、もうすぐ夜明けね。おやおや、遅かったじゃないか。君に来いって言われたから。団長、揃ったよ。何のお宝を？きっとゲームね。全部だ。怖いのか、ウボ。さあ、見せてくれ団長。早速次の仕事だ。王女の全身ミイラ。そして必ず来る。次の人どうぞ。俺の番まで負けるなよ。こちらこそ。レディーゴー。ぐんぐん、ね、負けちゃった。残念。本気だったろ。うん。なぜ利き腕でやらなかったか。そうそう、俺たち盗賊。絶対行くの。はい、わかりました。外からは変化なし。徹底してるわね。まあね。幻影旅団は。実は私、あなたにとって何？聞いてどうする。私はクルタ族だ。自分の意志に準ずる人の。君はなぜこの仕事に？目を見れば大体わかる。魔王が作曲したとされる独奏曲は酔って浮かれてた。何に変えても。そろそろね。だね。どう立ち向かうのか。それぞれの任務についていた。親分自ら来てる組もある。ああ、だがそのせいで。そろそろ始まる時間だ。捨てろ。念弾か。さらに、この俺が何ていうか。早くボスに知らせる。俺は先に行け。頼むぜ、雫。野獣の散乱した死体とその血。
何それ。リーダーに連絡を。お前たちはオークション会場へ向かえ。なんだ、どこ行ったんだ。探せ。会場はちょっとしたパニックだ。今戦慄が地下の金庫に。今日の分の競売費。俺も今からそっちへ向かう。誰も部屋に入れるなよ。考えられるのはそれだ。見つけても殺すなよ。この中には何一つ入ってない。こういう事態が起こることを知ってる。俺たちの中に裏切り者がいると。ユダは裏切り者じゃない。俺たちの中の裏切り者はメリットを考えろ。名誉したと考えるようなやつが。さすがにそんなやつはいねえか。密告者がいたとすると。そう言われればその内容は具体的ではない。で俺たちはどうすればいい。死ぬまで知らないの一点張り。もちろんだ。なるほど、そう言われりゃそうだな。もうそれがよ。当然金庫の中は空っぽ。おそらくな。敵は同じく念能力者。出さなきゃいかんわけだが。あまり真っ当とは言えなかったけど。え、初めからそのつもりだったんだから。え、腕相撲は餌巻きさ。モグラ。さあいらっしゃい。300万相当のダイヤモンド。参加費用は1万ジェニー。やってみるか。やめとけ、20人以上いたそうだぜ。どけ。そうじゃねえ。あ、昨日見てたからか。というと、こんなところでちまちま稼ぐより何千倍にもなるぜ。このモグラでしょ。ここだ。そう気立ってるね。試合ごとに賭けが行われ、一回勝てば千万単位。この紹介がなきゃ参加できねえぞ。その構造ならオッズも上がって。向こう。ここにいるぜ。この構造が挑戦する。いいだろう。中止ってどうなってんだよ。この競売条件は。かくれんぼ。プリントの写真をご覧ください。うん、腕相撲に来てた。競売が襲われたってあれか。そうすればターゲット1名につき期限はございません。1人20億。参加費用として当然参加だよな。ネットで情報集めろ。慌てなくても。何しろマフィアでさえ手を焼いてんだから。そういや、そうだな。地下競売が襲われたらしい。地下競売が。幻影旅団。クラピカはどうしてるんだろう。仕事中か。ビップの護衛か。事件に巻き込まれたのかも。一人か。荒野がいいな。知らんぷり。なんとかしてくれるかも。あ、あの時の女。うん、全然。え、腕相撲してた子供ね。負けた。私が？私左利きだよ。俺の勘違いだった。おめえ雫とやって勝ったの。俺と勝負だ。もう一度レディー。なあ、八番ってとこじゃねえか。やられたらしくてな。ぶっ殺す。もう一度こう。よっ、遅刻が原因で誰よりも知ってる。絶対に許され。知らないで仲間のために泣けるんだ。ほんの少しでいいから。ゴー。ウェイト。とにかくやめろ。ルールは忘れてないだろうね。ウルト中調べてみたけど。本当？よし、外れたな、お前の。かなり信頼されている。記憶を削る能力。そしてやばい。もう一度調べられた。ここに置いておいてもしょうがないし。城で糸を引いている奴がいるはずだ。そいつは鎖野郎じゃないよ。信長と同じ意見なわけね。組に所属してるわけだからね。それ以外は放っておけばいい。そいつは返さねえ。俺でなきゃ見逃しちゃうね。俺の獲物だ。一体どうやって。ここにいては危険です。ボスも一緒についていてください。血の道しるべ。仲間だ。お前は殺人中毒者。刺しでやろう。ああ、すぐ近くまで来てるけどな。よし、それじゃ行くか。敵たちは盛大に唱なでる旋律で
高く穏やかに運ばれ、菊が葉もろとも枯れ落ちた。あなたの優位は揺るがない。仲間を探すのいいだ。町人に会えるから。なぜだ。まだ生きてるんだ。痛みもなく血も出ないので、